今日はペーパーの今日はペーパーのリオ前回の続きをやります。アチャピは前回言いませんでした。はい、前回はね、銀くんと一緒にひがみ様を倒しました。で、ひがみ様をやっつけたんだけど、そこでテープが外れるわけじゃなくて、まだね、砂漠の宝石を集めないといけないらしい。それで、さっきね、ちょっと収録外で一つ宝石を見つけたから、そのビデオを見せて、銀くん。これで、向こうのね、塔と太陽が被るところで宝石が出てくるらしい。行きますよ、みんな見てて。ここね、よいしょ、ここで丸い宝石をゲットしました。その右左、あ、右砂漠と左砂漠っていうのがあって、ここのね、門のとこから行けたの。あ、キャビオ、あれ、ここには行ったよね。ここはもうゲットしたよね。え、違う、違うところ、これ。よし、行くぞ、先生、ビーム、ビームキノピオに、あ、また乗った。もうブーツ置いていこう、ここで。ブーツでは登れないと思うよ。なんでかい。チョピがバカじゃないって顔で見てるけど。あ、ひがみ。ほんとだ。これ、ひがみ様の魔法陣かも。綺麗な音。え、なんか使えるの、魔法陣。使えるよ、神の力。え、やってみて。うん、おお、かっこいい。上から、おお、すごい、火が灯った。オリビア君、ハートどころか体が燃えていたぞ。神の力はすごいな。こんな狭いところで、わ、黒いお水が燃えてます。メラメラですわ。これだけのためなのかな。四角だ、これ。これ四角だ、丸じゃない。ここは右奥砂漠だから、ハリボテのお化けと戦ったじゃん。ここで宝石を入手するらしい。ちょっとじゃあブーツで右砂漠まで行きましょう。ねえねえ、ここ、ここ、ここが右砂漠いる、なんかで、ここのあどこかに宝石があるから。ねえ、先生、なんかそこの中央とか、中央じゃない、そこちょっと掘ってみて。なんか怪しかったもんね、ここ。そこ掘ってみようよ。これ前からだよ、これ。うん、前からあったけど、なんか怪しかったもんね。あったー。左砂漠、こっち初めて来るんじゃない。左砂漠にも宝石があるかも。キノピオいっぱいいる。そうなりました。身長何センチあるんです。塔の左奥にある、あ、右奥にあるサボテンが2つ並んでいる場所を掘れば三角の宝石が出てくる。どこマーク？なんかいっぱい埋まってる、キノピオ。うん、うん、これどこ行った？な、何これ？初めての敵じゃない？お、わかんないよー。カミメパーティーの人だ。回転で。こ？うん。ああ。おい。おお。もらえるの？うん。お、ナイス。おお。おお。わ、すごいコインが散らばってる。先生、お、先生のおかげで。ほんと倒せた。あ、先生だ。ちょっと待って、大きなゲットした。これ何だ、これ何だろうね。ヌピオだったんだ。ありがとうございます。どこにおるなんてちょっとセンス悪いですよね。面白い。で、どこをどこをするの。このサボテンの間らへん、キノコじゃないです。サボテンの間らへんを掘ってみる。間、
ここ違うね。間空き巣になったところだよね。でもここだよね。多分その辺ラブっぽい。おーい、来るな。キノピオっぽい。いや。いや。あお。ママもう交代。三角の宝石。ママもう交代。まだです。どこかな？これは。これはどこにあるの？あ、ここの塔。塔のところは？違うでしょ。これなんか三角のマークになってるよ、ほら。ああ違う？じゃあこれかも。ああ。これ買ったらわかんないから。お、三角だ、ここ。あ。あ、これ絶対ポーズやよ。見てていくよ。うん、動くよ。え、動いた。回った回った。ミギー。ピカーン。ピカーン。違うよ、デブ。あ、ピコ。デブって言ってるね。俺のことデブって言ってる。なんか模様が出てきたね。見てな。どう揺れるの？分かってた。今度は転びませんでしたそう、塔2つ目だからね、今度踏ん張ってたんだ。か、かわいかった待って、足ちゃんとつけてた。ねえ、ふーんって踏ん張ってた。じゃあ一回セーブしとこっか、アチャピ。町に戻って、左側の門のところ、でそこで四角の門入り口のところ、ここここ、うん、これで右側に四角の石をはめる塔があったでしょ。四角の宝石ゲットしたじゃん。それまだはめてないから。ママこれ、ここの面に2個目だよ。うん、そうだよ。いや、もともとね1個は入ってるんだよ。そうなの。ミーブ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 ーミー。踏ん張ってるかな。隣にいるよ。バーン。おー、3つ目。ちらあと1つ。あ、ね、待って、なんかこれ土紙のなんかやつじゃない？土紙のマークっぽいね。うん、先生ご覧になったの？すまん、階段の上り下りでちょっと足くしお年なのか。おじいちゃんですか？あ、この人は。ほら、ここも行けるんじゃない？うん。ホテルの鍵を持ってるならお客だな。左奥の砂漠を楽しんできな。だから女の子と思ったら男の子だった。そうなんね。ここにピンク着てるけどね。うん、ピンク着てる。ママ。あ、そこ丸だ。あれ、丸でまだはめてなかったんだっけ。決めてない。あ、じゃあもう宝石全部持ってるんだ。ここにもノッポさん、お疲れ様です。アメリカ、アメリアは。おー、4つ目。アメリアはアメリカ。銀くん、ほら回るよ。バカが大好きな土神様。うわー、怖っ。土神じゃないの？土神だよ。土神じゃないの？土神だよ。うわ、かっこいい。ほら、ああ、ほんと土神様出てきた。ママ、もう緑のやつで分かったもん。次ね、また違う方向いてる。カバって10回言ったらバカになるよ。そうだね。カバ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 カ。ほら、うわ、おお。ママ、こいつは叩いたらいい音やよ、見てて。いい音。ほんとだ。ここで土神様出てくるんだ。かっこいいよ。もともとあるけど。ママ、これ、入れていくよ。緑はね。でかっ。あ、そっか、盛り上げるんだ、これで。すごい。やば。
なにこれ。これね、入れるんだよ。入れるんだよ。だって、なんか、この前ひがみ倒したのまたボスなの？砂漠の下に埋まっていたとは。また埋まってる。キノピちゃん。キノピちゃんさんも、あ、読めない。成分もきっと遺跡の中だ。遺跡なの？遺跡だって。もう入り口もう見えてますよ。わかりますよ、入り口。キノピチュ遺跡。またボスか。ねえねえ、これね、人間かわかんないけど、ちょっと入ってみよう。ん？入ってみよう。うん。何人間かわかんない。ほら、これ人間みたいだよ。ほら。キノピチュってこれじゃない？キノピ王の墓のようだ。侵入者を退けるための仕掛けがあるかもしれないって、なんかいろんな罠があるかもしれないから気をつけて。あ、早速落ちてきたな。雲、気持ち悪い。ジャンプとかできないの？ピンク、ジャンプジャンプジャンプ。出て置いていく。うわっ、はい、雲だ。あ、これ簡単。これ簡単。これなんで雲なんだよ。あ、ダメか、これじゃ。これどうやってんの、これ。これなんだろう。これキラブーツで、キラキラでもいけるんじゃない。キラブーツで、チリリチリなんで？なんで？ジャン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 。よくね、閉じたんだっけ。先生、なんか書いてる、なんで？なんかメモメモしてるね。なんでこれ？この部屋で行き止まりか、出口はどこにあるのかないのか。どうするんだろう。あ、これ二人乗ればいいんだよ。ん？二人。真っ暗だね。これ二人で乗るよ。二人で乗る？どういうこと？ほら。あ。あれ？これ一緒に乗ればいいんだな。じゃあ、なんか重いものがいるのかな。読む、乗ったまんま。左を読め。左に、じゃあ乗ってみよう。行けない。あ、乗れないの。そこなんかでもペリってなりそうだよね、なんか壁が。左側の砂地を掘ると魔法陣が出てくるって書いてあるよ。あ、巨大。なんで今まで見えなかったよね。よし。あ、ちょこ。あ。いやいやいや。今日はペーパーマリオオリガミキングで遊びました。